皆さんこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。なんか一昨日くらいから再生数がすごいことになってるぞ。どうやら問いの入稿の動画が急に伸びたようで、びっくりしてます。ニッチでコアな題材を細々とやってきたので、まだ心の準備ができてないです。とりあえず、誤字や誤記にはより気をつけてやっていかないとね。そうですね。ということでまずは前回動画の訂正からです。いきなりかい。藤原四兄弟のうち、草先の読みが間違っていました。草前ではなく草先です。馬会の読みだけ確認して他はノーマークだったわけね。面目ないです。で、今日は何の話だい？今日はお酒の話をしたいと思います。お酒？皆さんは日本酒と焼酎の違いってなんだかわかりますか？日本酒は本州の方が有名で焼酎は九州ってイメージがあるわ。そうですね。少し難しい言葉を使うと、日本酒は醸造酒で、焼酎は蒸留酒です。製造工程で、もろみ、押し込むところまでは共通なのですが、そのもろみを袋詰めして液体を絞り出したのが日本酒。なので、もろみを絞っただけの日本酒は米の有機物を含んでいるので鮮度があります。一方の焼酎はもろみを火にかけて水分だけを気化させて抽出します。一旦気化しているので有機物はなく腐らないので消費期限がありません。つまり、日本酒は鮮度があるけど、焼酎は消費期限とかがないわけね。そうです。このことを踏まえた上で話を進めていきます。このうち日本酒は国内で古くから製造されてきました。焼酎が主流の九州でも神事などではもっぱら日本酒が用いられています。じゃあなんで九州では焼酎が主流になったわけ？理由は夏場の気候です。日本酒も焼酎も寒い冬場に製造するわけですが、九州の場合特に南側は夏場の気温が高いため、日本酒のままだと夏場の品質維持が困難だったわけです。それで蒸留にかけて消費期限をなくしたわけね。他に、日本酒は高価な米でしか製造できませんが、焼酎の場合は芋や麦など、年貢対象外の穀物からでも製造ができました。九州の人たちはこうやっていつでも飲めるお酒を手に入れたというわけね。そういうことです。そして、日本酒と焼酎では製造する人たちの生活にも違いがあります。日本酒も焼酎も冬場に多くの人が集まって製造することは共通ですが、日本酒の場合鮮度管理の作業があるので、夏場でも常時人員が必要でした。一方、焼酎は作ってしまえば夏でも劣化することはないので、焼酎の製造は冬場だけの季節作業です。通常は他のなりわいを持っている人たちが冬場に集まって1年分の焼酎を仕込むといった感じでした。この違いは日本酒と焼酎それぞれの会社の創業年に現れています。都市に近い日本酒会社は江戸期以前を創業年とする会社が多いのに対して、九州の焼酎会社の創業年はほとんどが明治期です。焼酎製造自体は500年前から行われていたわけですが、冬場だけの季節仕事なので、専門製造業者というのはほとんどなかったわけです。焼酎作りは業者ではなく、地域の人が冬場に協力して行っていたというわけね。そういうことです。もちろん日本酒でも地方の集落などでは焼酎のように季節仕事の形態の場所もありました。さて、このようにかつては個人事業者ではなく集落や地域の人が協力して酒造りを行っていたわけですが、明治になるとこの製造形態は取れなくなってしまいます。どういうことだい？理由は、酒税法の制定です。つまり、日本酒や焼酎作りは、製造免許がなければできなくなってしまったわけです。焼酎のようにこれまでは地域の人が集まって冬場だけ製造作業を行っていたわけですが、免許制になったことで、特定の人を代表に立てて事業者としなければなりません。これにより、各地で製造機材を保管していた家を事業者登録することになったわけです。今も残る焼酎会社の場合、この時を創業年としている会社が多いのです。さて、酒税法とはいくつかのルールで構成されていて、段階的に変化していきます。明治15年頃から日本酒や焼酎、ビールを作ることについて課税を行いました。ただし、当初のルールでは自家用のために製造することは引き続き認められていました。明治の中頃はまだ自家用にお酒が作れたわけね。しかし、1899年に自家用の製造は全面禁止され、お酒の製造は完全免許制となるのです。これでお酒は買うしかなくなったわけだな。ところで、なんでお酒の製造は免許制になったわけ？前述の通り、酒税はお酒を作ることに対して発生したわけです。自家用製造を禁止して、課税業者から購入する状況を作ることで政府は税収アップを狙ったわけです。さらに、政府は日本酒を製造する事業者に対して最低製造数量を設定します。最低でも年間これだけの日本酒を作って販売しなさい、ということです。このルールは現在も残っていて、小さな事業者でも酒税だけで年間数百万円を納めているそうです。でも、この頃に政府がこれだけ税収にこだわった理由は何なの？お酒の製造が完全免許制になったのは、1899年、です。ある出来事が起こる直前です。皆さんわかりますか？ある出来事。
ある出来事とは、日露戦争、ですね。日露戦争は1904年から始まります。つまり政府は迫り来るロシアとの戦争に向けて、戦費獲得のために酒税を強化したわけです。北部九州に壱岐という焼酎が産地の島があるのですが、今も残る焼酎会社のうち、昭和に合併してできた会社を除けば、その全てが1899年から1904年の間に創業しています。これまで地域の人が冬場に協力して自家用の焼酎を作っていたのが、この時に相次いで免許を申請して事業化したということね。そういうことです。酒税強化による税収は効果的でした。1899年の法改正初年度から、酒税はいきなり税収全体の 36% に上り、現在の固定資産税に相当する基礎を抜いて税収の内訳トップとなります。酒税はこの後も、昭和期に法人税や所得税が確立されるまでの間、日本政府最大の税収源として重視されます。最大の税収源がお酒ってどうなの？政府は明治から昭和初期にかけて、酒税に極度に依存していました。他の財源を確保する以上に酒税の強化を進めます。明治37年には東京都北区滝野川に醸造試験場を作ります。政府主導で醸造技術や研究成果を事業者に広く普及させる機関ですが、事業者を応援することで安定的な酒税確保を狙ったわけです。そして興味深いのが、この醸造試験場の監督者は厚生機関ではなく大蔵省でした。大蔵省が研究機関を設けたことからも酒税がいかに重視されていたかがわかります。さらに政府は、これまで製造数量に対して課してきた酒税に加え、出荷数量についても課税対象とします。酒税だけで二重課税じゃん。さすがに鬼畜すぎるということで、それ以降は出荷数量に対する課税のみとなって現在に至ります。結局、酒税は昭和10年代に所得税に抜かれるまでの間、日本政府最大の財源として重視されてきたわけです。これほどまでに酒税を重視してきた国は他にありません。さて、自家用酒の製造が禁止されたことで密造酒の製造が横行するようになります。密造酒は人体に有害な影響をもたらす場合があり、また税源確保の視点からも密造の取り締まりが行われました。戦後直後の密造酒問題は特に深刻で、年間5万件が摘発されています。密造の検挙件数は東北地方、特に秋田県で突出して多かったそうです。秘密結社みたいなのが秋田にいたのかな。さて、昭和初期まで酒税が財源の主役として重要視された話をしてきましたが、現在はどうでしょうか。これは現在の税収の内訳です。酒税は左上のここです。税収全体の 1.3% といったところですね。かつては全体の3割以上を占める重要財源だった酒税ですが、もはやその役目を終えたと言っていいでしょう。ただし、当時制定された酒税法の名残は今も残っています。基本的に食品製造会社は保健所などの厚生機関から監査を受けるわけですが、お酒の製造会社の監査機関は国税局です。出荷記録はもちろん、製造記録や輸出記録など、他の食品以上に厳しい記録管理が求められます。ちなみに、私たちが購入する焼酎にどれだけの酒税が載っているかというと、アルコール25度の一升瓶1本を販売するのに450円の酒税がかかっています。結構高いのね。こう見ると酒税の税収は今なお相当なものだということがわかりますね。日露戦争の話とか言いながらほとんどお酒の話だったんですけど、真面目に酒税のお話みたいなタイトルにしたら誰も見てくれないと思いまして、サムネ詐欺をお詫び申し上げるぜ。まあ今日の話をまとめると、明治初期までは集落とか家庭で個人でお酒が作れた。政府は日露戦争の戦費獲得のためにお酒の製造を免許制にして課税した。酒税は昭和初期まで一番の財源だった。よって密造酒の取り締まりなども起きていた。この辺を知ってもらえればと思います。次回もまた見てくださいね。チャンネル登録をお願いします。かしこみ申すぜ。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。